今から70年前、オーストリアで水と森の緊密な相互作用に着目し、研究を行った科学者がいました。その結果、地球の自転で起こる螺旋状の流れにより、水がエネルギーを得ているという理論が生まれました。つまり、自然の湧き水が力のある生きた水と感じられるのは、地下水が地表に噴き出す際に岩盤に当たり、さらに渦巻き状の動きをすることで、水の分子の動きを活発にするためなのです。この湧き水のメカニズムを再現することで、力のある生きた水を作り出すのが SEM 滑水器です。この滑水器で岩盤の役割を果たすのが特殊セラミックボール。水道水などの原水がこのセラミックボールに当たることで、湧き水と同じように分子が活発に動く作用が起きるのです。この特殊セラミックボールは、従来のセラミックのように吸着作用を利用するものではなく、水の圧力を変換し、遠赤外線と摩擦により作られた電子を放出します。その効果により、水の成分を変えることなく、水の働きを活性化するのを可能にしているのです。またボディの中央部にあるパイプの内部が特殊な三重螺旋構造になっており、この螺旋軸が水そのものをスクリューのように動かし、その周辺にもリング状の動きを発生させます。このようなダイナミックな水の動きを作り出すことで、より水を活性させ、力強い生きた水ができるのです。この滑水器はフィルター交換の必要がなく、長期間使い続けることができる、配管への負担が軽減されるなど、経済的な面でも多くのメリットがあり、さまざまな効果が期待できます。北海道旭川市、旭川ペインクリニック病院。 SE 滑水器シリーズ2台を導入していただいています。基本的にその匂いとかですね、赤水ですね。ですから、まあ日常感じることとしてはそういうこと、それとやっぱり漏水、それとまああと水の出が少し悪くなってきていると、いろいろなあの効果が出るのであれば取り付けるということで、まあ試験採用したわけです。1ヶ月ぐらいですか、あの段階で赤水がほとんど出なくなった。その他にはあとステンレスなんかが、流しのステンレスね、あの切れたという職員の反応がありました、はい。私はこのよく手を洗う仕事なんですけども、あのいつもガサガサになってひび割れみたくなってきて、あのクリームが離せないんですけど、今年はこれあのクリームを使わないで、あのちゃんと仕事ができてます、はい。ここで半年後にあのパイプを切ってですね、あの実際に赤サビが黒サビになっていると。ですから、まあ、いろいろな効能効果が挙げられていたんですけども、そういうことであれば、あの息子夫婦のアトピーも良くなるかもしれないということで、取り付けさせてもらいましたが、あのできればね、本当にアトピーで苦しんでる人とか喘息だとかね、そういう人が、まあ、試してみるだけの価値はあるんじゃないかと思いますね、北海道札幌市に住む的場理事長の息子さんご夫妻のご家庭には、 SE 滑水器シリーズ1台を導入していただいています。一番の問題点はやはりお風呂ですね。前のところはまあマンションだったんですけど、やはりその塩素の匂いとかもきつくて、まあ刺激の強い感じの水だったんですけど、まあ大変柔らかい感じの水で、そのお風呂に入っても出ても痒くならないという大きな利点があると感じています。そうですね、あの私もアトピーで特に手の症状が強くて、以前はゴム手袋を履いてやるかしていたんですけれども、こう少しくらいなら素手でやっちゃうっていうことが楽で良くなります。北海道夕張市、第三セクターの宿泊施設ホテルシューパロ。
SE 活水器シリーズ6台を導入していただいています。給水排水の管に、匂いですとか、ピンホールといいまして穴が開きまして水が噴き出したりとか、そういう問題が、いろいろ起きてきてまして、その辺の改善ができればと。厨房のですね、食器だとかいろんなものを洗うところにテストでつけたんですよ。取り付けしたもうその瞬間というかその段階で排水管が詰まって非常に困ってたところに加水水を、シャワーで流し込んだところ詰まりが完全に抜けまして驚いたのと、それと、排水管のグリストラップっていうところから匂いが相当呼吸ができないぐらいのそれが加水水を使ってるうちに匂いがしなくなってきたんですよね。それとステンレスでグリストラップの周り巻いてるところがきれいになりまして、それですぐ導入する値はあるなということで市の方とも協議しまして、導入しました。一番最初に出てきたのが、水道量が使用量がつけて3ヶ月ぐらいのデータで3割ぐらい、まず減りまして、それと重油の使用量も、減ってきまして、要するに光熱水費ですよねにいい影響が出てるなっていうことは数字に表れてます。今まで頻繁に配管関係でトラブルが起きていたのがその頻度が大幅にもう少なくなりまして、非常にいい結果が出ていると。厨房の人間は24時間とにかく換気扇回さないと匂いがひどかったのが、換気扇を夜止めることができるようになったっていうことで非常に喜んでます。北海道旭川市グループホームユニティ極真 SE 加水器シリーズ1台を導入していただいています。もともと自分自身もお水には結構こだわっていたんですね。それでいろいろ調べてお聞きしたところ、赤サビが黒サビに変わったと聞きまして、先のランニングコストですとか考えましたら、赤サビになる前に最初からつけておいた方がいいんではないかということと、あとこういうところですので衛生面はやはりきちんとしてなくてはいけないと思いまして、で導入をしました。職員の間ではお水がすごい飲みやすいということと、あと手荒れ、結構お掃除頻繁にするんですが手荒れが少ないということですね。東京都大田区お弁当の卵屋、SE 加水器シリーズ6台を導入していただいています。当社がですね、食品を扱う会社ですので、そういう面でお水というのはですね、非常に大切な役割を、担っております。そういう面では製造もそうですし、衛生面も含めて水には非常に気を使っておりまして、匂いですとか、あとはやっぱり雑菌が繁殖しないっていうとか、そういう機能性を求めて、過去にもですね、いろんな会社さんの機械を導入した経緯がありまして、今回SE 加水器がですね、とてもいいというお話がありまして、一応1ヶ月間試しにやってみまして、それで効果がありましたので、それで導入しようと思いました。お弁当を作るおかずの方やですね、作る方でも使いますし、ご飯の炊く炊飯ラインでも使わせていただいておりますし、また回収弁当箱を洗う洗浄の方でも、使わさせていただいております。会社全体にですね、もう受水槽を設けておりまして、全工場の中でですね、 SE 加水器がどこでも、使えるようになっております。この目に見えてですね、効果を感じるのは匂いの部分ですね。お弁当屋でですね、今1日7万食やっておりますので、どんなに掃除しても多少気になってた部分だったんですが、今回の SE 加水器を導入して非常に匂いの部分がですね、全く気にならなくなったと。この工場にですね、匂いがなくなったということは、当然雑菌も繁殖してないということで、
衛生に対する安心面と、あとやはりより美味しくものができているということにもつながっていると思いますけども、機能水となりますとやっぱり設備の機械にですね、サビがついたりする問題の水が多かった中で、今回の越水加水器はですね、非常に配管にも優しいということで、錆びにくいものですから、そういう面では設備の部分でですね、長持ちするというメリットも感じております。例えばご飯がですね、まあ、前から美味しいとは言われてましたが、越水加水器を導入して以降ですね、よりご飯が美味しく感じるというお客様の評価はいただいております。はい、今まで入れてきた中ではやっぱり一番いいと思ってますし、これからも継続しようと思ってます。この他にもレストラン、給食センター、戸建て住宅やマンション、スポーツ施設、スーパー銭湯、介護施設や学校などで活用され、品質の向上、高度な衛生管理を実現、他社との差別化も図れます。また農業、酪農、畜産業などで農作物や家畜の成長の促進、病気発生率の低減に役立てられています。さらに美容院や噴水、オブジェなどへの利用も含め、すべての業種において水槽、配管のメンテナンスが楽になり、維持費を軽減できるのがこの SEM 加水器なのです。